見てください。ネイルチップつけた。え何友達がいます。あ、OK 一緒にいます。これはなんかピースしたら曲がるんよね、ここが。マジやね、マジか。なんかこうなんか長いのが嬉しくてずっとこうやってしちゃう、こういうのしちゃう、ずっとやばい、しちゃう。ダメですよ、ラベル剥がしてください。はい、で今日は質問コーナーをしていきたいと思います。みんな質問し、今日は友達がせっかくいるので、なんか私にもついて友達にいろいろ聞いてみたいので、質問してください。やめて、やめて、やめて、入らせて。いいよ、優しい。いいの？あ、運動会のこと話しますね。まず結果としては、最下位でした。でも下から考えてみて、私にいいの？まあ今3人友達が横にいるんですけど、そのうちの2人は同じクラスなので同じブロックで、もう1人はあの2位でした。2位です。そう、赤ブロック最下位になっちゃって。なんだって、赤ブロック最下位になっちゃって、何してんのマジで。最下位になっちゃって、まずナイスキャッチっていう、あのボールを投げて、あのバケツであのキャッチするやつがあるんですけど、それは、負けました。それはあの結構負けて、あのその次に大縄があったんですよ。大縄は大縄はギリギリ優勝したブロックに負けて、となったらあの最後のブロック対抗リレーで勝たないといけない。勝ったら一番点が高いブロックとあの同点になるチャンスだったんだけど、私がやっぱブロック出るじゃないですか。で結構差をつけられちゃって、そうこういう感じですね。ココピア学校ではどんな子だって。誰か代表して言って。学校で代表、こんな感じ。いや、うるさいです。うるさいよね。あのね、笑いがめっちゃ聞こえる。うん、マジ聞こえるでしょ、ね、壁薄い。壁薄い。悪い。違う、壁薄いんじゃない、声がでかいです。うん、窓際やき。そうそうそう、窓に伝ってくるんだ。私も動物に例えると、猿。嘘嘘嘘嘘嘘嘘話まんで話、し方言がね、違う、結構方言があるんで。いや、かわいくない。例えたらなんかある、変なところだって。例えたらですね、心の変な心、変なところ、変なところが、心の変なところ、動物になったらこれ、ね、あ、やっちゃう、あ、ちゃう、あ、これ今日変える、今日心がどうか、これ、ちょっとねえ。あ、そうしかも息直下、どういうこと、怖いな。通学
路を普通に学校行くとき歩いてたんです。そしたら道端に結構雨が止んだくらいで、道端に生きてるカエルがこうやってこうやって座ってたんですよ。そしたら上に踏んじゃって、でも結局どうなったのかは分かんない。心はギャルですか？ギャルではない。ギャルではない。ギャルではないです。学校にギャルいないんだよ。口癖教えて。だって口癖、口癖、心の口癖。え、そのまま誰に間違えてこういうの口癖は？そんな言っていいんですか、ダルとか。え、このこれせ？これダル。こうやって顔ちょっと下でると前髪触るポーズ。あ、それ。え、これ？それ。え、マジでこんなんしてる？え、なんかスマホ向けたらピースしてくれる。そう、ピースするよね、よく。好きなところ全部。イエーイ。好きなところ、あ、髪の毛してくれるところ。おー、いいね、いいね、いいね。もっともっと言ってない、言ってない、言ってない言ってない、言ってない。真面目に勉強してますか？いい、してるよね。してます。友達は、なんて呼んでるだって。心。何が？心のことないと。心のことを。え、ここっちゅうの？心のことを。ここっつったら心っつったら。逆、逆やばいね。うん、逆はやばいけど。ここ。心。心、ここちゃん。ここちゃん。ここペン。ここペン。あ、ペン、ここっちゅう最近。ね、最悪。ココッペの理科の先生のモノマネ似てますか？似てます。似てるよね、マジで。見たことない。え、行くよ。いや、なんだっけ。していいんですか、そんなの。うん、一回したことあるよ。あ、そうなん。じゃあ、どうぞ。どんなんやったっけ。一番のさん、過去一番お願いします。似てるよね。小学校の簡単ですよ、そのままで。うん、そのままで。そのままで。小学校行ってみる。やってみましょう。あの、脂肪の時あるよ、鼻の。うん。先生にいっぱいついてるものですって言われた、一回。あ、言われたね。あの、鼻にさ、脂肪があるや、歯周の中の上に脂肪があるや。その脂肪のことを先生にいっぱいついてるものです。知らん？知らん？知らんけどね、脂肪。最低。脂肪？先生の体にいっぱい脂肪がついてますよって意味で。でも先生意外と足細くない？うん、意外と細くない先生。小学校の理科なら真似できる。やってやってやって。マスク持ってない。えぇ、やめてー。そっちか。いきます。もういいって。見てないって誰も。そら見ない。紙マスクじゃないとダメばい。いや、いいでいいで。あと汗が染み込んで。一回一回懐かしい。あ、あ、あ、まあまあまあ。何の給食のテンション上がりますか？何の給食のテンション上がりますか？揚げパン。揚げパン。キムチご飯。キムチご飯うまいよね。かもしれない私。それの。あ、言っちゃった。え、どういうこと？それの言ってもらえない。それの言っちゃった。それの言っちゃったっけ。ねえ、体力ありますか？ある方だよね。リレーでちょっと走るとか。そう。え、短距離。体力。うん。長距離。長距離よね。ノーマル。直してほしいところ。直してほしいところは、でもこれ言ったら傷つくよ。いや、いつも言われてますからさ。ないけど。声がでかいとか。ん？声がでかい。直してほしいところ。うん、声なんかでかいの別にね、心を持ってくる。確かにね。急に走ること。え？そんな変なやつ。一回なんかの時に、あ、そう、合計点
点数の時に言い間違えて5教科のもっと上やったのに、うん、言い間違えて119点って言ったことあってあ119点やった2問目やばいやん結構 その後言い直したら全然違っためっちゃ、うん、めっちゃ違います。人気者ですか誰が心やろうちらが人気者か知れたないやろある意味人気者じゃない、うん、ある意味ある意味違う、そういう、そういうの変なとかとかじゃなくて普通にこれ言っていいん HKT はなしの名前、うん、HKT ってあれ人気1回1年生で前の3年がすごかった前の3年が ね結構ねすごかったですね。一番の心言ったよ、うん、したら知ってるみたいな、うん、HKT の子でもないみたいな私そうだよ、宇宙かけた知名度、知名度知名度です新寮って呼ばれてるの本当ですか新寮は、あの、友達あの心に良い焼き、新寮って呼ばれてる誰からゆきちゃんとか、たまにね、遊びマリアあだ名が出ちゃったあのまだセーフか。そうか謝ろう。あ学校で。ね怖い怖い。もうやばい。やばいだって。今から面白いことします。面白いことします。ブロック長やん。最悪。もういいかいえ、くるくるくる下すぎやろ寝ますおやすみなんかあるかなテストでビデオ通話してた子ですか寝落ちテストでビデオ通話してた子ですね。あ、テスト勉強中ですか。そんなにさ、そんなにさ、しようやいつ。しようやな。いい。いい。そんなにしようみんな。そんなぐらいじゃないの。どういうこと。そんなんの。初めて聞いた。もういいよ。昨日さ、都民通るねって熟睡しちゃったよ。おもろ大丈夫よねもうおもろいわもうやめてこれじゃアーカイブ残ると残る残るっていうかあ本当は YouTube とかに載せるのねあんま良くないらしいけどあそうなんだあんま上げちゃいそうだよね載せてるよね、うん、あなんかあるかなもう疲れたはぁはぁ3人組みんな楽しいですか楽しい楽しい楽しい3年生です、うん、なんと3年生、ねうん、なんと3年生なんかになっちゃいました JK 受験がえ今 JK キャリー受験生、うん、得意な教科一人ずつ教えてくださいだって私はえ得意な教科ってないんだけどね総合でいい総合情報絶対総合で相談の感想いっぱい書くやつの時腕死にそう、うん、でもわしって言うなら国語あうちも国語かも一番あ国語ですねやっぱめっちゃ勉強したら社会点数取れるうん確かに国語です、うん、私は国語しかできません平安時代めっちゃ頑張って取れる12人の時12人って大丈夫うん、分からん夏もういい、大丈夫大丈夫もういいよもうスカートお願いしますもういける何言ってんのマジで私もスカートしてもらいたいけど何も言ってもいいやかもうやだやっぱ友達見とったらやばくない見らんよでも一回ね、うん、あれ見に来たあーオッケーオッケーんカスラも同じ。うん。ああ。うん。一回見に来てよ一回。え？見るのうちお金かかるの？部活終わりって言って見に来て。あじゃあ。うん。
からも、え、見れる今。今から見れる。アプリダウンロードして。ダウンロードしなくて寝よう。スマホ、スマホは大丈夫か。はい。もうこれ分かる。My name is。違う。打った方が早いよね。JK に聞きたいことありますか、だって JK の女の子のファンの子、あファンの子が、えー、なんだろうね、なんでみんな綺麗なんですか確かに、いやいや、あ、私前髪なんで、 JK に聞きたいこと、なんで前髪、JK に聞きたいこと、 JK、うん、誰、 JK のファンの子がいいのよ、女の子がいっぱいあります、うん、ここはどうですか学校生活学校生活どうですか、そうですね、高校生ないな、確かに前髪切れるのなんですか、それがみんなさ前髪切れよね、もうバッチバチやうん、ごめんなさい、ごめんなさい、どうさ急に、あ、彼氏デートできますか、なんで彼氏できますか、彼氏できますか、頑張ってね、みんな頑張ってね、みんな頑張ってね、事務所 NG、 事務所 NG、 事務所 NG、 私はね、モテないので、ハンちゃんの声に行ける、本当誰がやろ、一旦ちょっと、あ、あ、ちょっと前髪は JK になったらみんな綺麗になりますよ、だって、え、よし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 、カルピもできますよ、だって、よし、よかったね、みんな、いますできますよ、もうし、シャラ、もう特にこいつこいつバイ、延長で5回ぐらい同じからもうさ、お兄ちゃんそっくりなんかテンション上がったらこうなるのいや、ちょっとなっちゃう、私ナイスミンコ、ナイスミン、でも名前言ったよねスタッフ女子もううるせえてうるさいてドラさんハートありがとうございます、今この間7期兵7期兵そうそうそう、今日このソフトクリームありがとうございます、トールンさんありがとうございます、藤谷さんありがとうございます、イルファンさんありがとうございます、コオロギさんありがとうございます、タッピさんありがとうございます、アミデイジェアさんありがとうございます、マイノくんありがとうございます、ハマロさんありがとうございます、クロさんありがとうございます、赤佐号さんありがとうございます、快速特急さんありがとうございます、ナヤさんありがとうございます、ポテチーさんありがとうございます、ナミさんありがとうございます、バウチさんありがとうございますマクリザシさんありがとうございます、ポテチーさんありがとうございます、好きなドラえもんの道具は、だってどこでもドアどこでもドア、食べ物が出てくるシート、わかる、あ、タイムパラット、あ、そう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 、どこでもドアでしょ、やっぱりどこでもドアがあったら私ね、どこでもドアは譲れん、どこ行きたいか、似てないのに自信満々でやらんで似てないのに、いや名前言っていいよ、もう言わんで名字も言った方がいいやないもう本名言って電話番号言うドジったエピソードありますか、だって私の心の、うん、あ、心大丈夫、なんかもう分からんどじった、あ、こないだジェネラのリレルの時靴脱げたやつ、やめろ、違う、それとお母さん事件、やめろやめろ、何お母さん事件、こないだのお母さん事件、え、あ、先生のお母さん、違う違う、お風呂、家族風呂、お母さん事件はい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 、聞いたことない、クラスの壁が、もううるさいうるさい、いいね、あお、あカットピー、自
自主規制入ります今食べに行くならどこに行きたい、うん、どこに行きたいかな。それでちょっとみんな気まずい雰囲気になってよ。3人の一番の思い出。4人です。3人の4人です。4人の4人の一番の思い出。え、何がなんでしょう。あの聞いてください。もうすぐ近所のすぐそこのなんか 川橋の下に自転車に乗って4人でね。やめて。4人で自転車に乗って、しかもその川の下に、ん、橋の下に行くだけに髪の毛も綺麗にヘアアレンジしてメイクもして、そのすぐ近所の橋の下に行くだけにそんなおめかしして橋の下で駄菓子を食べてました。めっちゃくっちゃ髪の毛ヘアセットしてるの。うん、何時間もかけて2時間ぐらいの時やった気がする、うん、行くためだけ。何時から何時こことか書いてるのに計画表。心に送ったら本当に喜ぶプレゼントって何ですか。何だろう。でもさっきの顔え、これやろ、ここ何あ、まあ、何でも嬉しいですね。本当か。じゃあ本当だよ。折り鶴でも、うん、嬉しいよ。気持ちがこもっちゃうけば、うん、なんかあるかな。ポッキーの食べかけでもお菓子いいポいいやろ。好きなうまい棒の味はコンポタージュ。野菜サラダ。野菜サラダ、うん、分からん。カメンタイ。え、野菜サラダ美味しいよ。いつ仲良くなりましたか。小4です。小学校4年生です、うん、小4で小1です。あ、そう、うちが小1よね。小4で同じクラスになりました。小4ですね。あ、この人とは小1。待って、うちら小1じゃない。うち、心とは小1。心とは小1か。うちだって心と一緒にクラスだったの4年生やもん、初めて、うん、そうよ。4年、分からん。いつ仲良くなったかも。授業中寝てますか。寝てない。はいはい寝てないです。まあ、一番前で見た好きなお寿司ネタはコーン。コーンマヨ。コーン。私は何だろうな、好きなの。私マグロ。サーモン。あ、サーモン美味しいね。うん、何でも好き。あのね、エビ。ウニ。え、ウニ好きなの。びっくりした今。コーンマヨしか食べるイメージある。うん、コーンしか食べに決まっちゃう。修学旅行一緒の班だった子。ん、修学旅行は何だ。修学旅行、中学校は違います、みんな。あ、違う、そっか。あの、なんだっけ、小学校は、あの、一番うるさい人と一緒です、ね、スカート待ちのことね、うん、あります。小学校行ってたね。ねえ、4人で行きたいところは東京。嘘、4人で行きたいね。福岡。福岡。福岡だから、福岡住みましょう。福岡の韓国料理屋に住みたいと。住みたいな。行きたい、行きたいところ。ああ、今回韓国料理屋行きたいね。わかるわかる。ビビンバ食べたいね。え、うち大阪に上京するの。あ、うん。大阪で上京する。やだ。やめなさい。最近いつとんがりコーンを指につけましたかって。何年か前。結構真面目に1ヶ月前。マジ。両手つけて、あの、いとこにこう見てすごくないって。マジだった。いた。何やろ。小学校の修学旅行の思い出ありますか。喧嘩した。喧嘩した。カステラ。小学生なんでね。小学校。思い出は、あの、カステラランドのトイレがめっちゃすごかったんだよね。夜で見えんかった。海見えるよって言って輪っこくれてるうちの顔しか見えんかった。そうそう、あれ。って感じでしたね。ラーメンは何味が好きですか。豚骨。なんか何ラーメン。ラーメン。塩ラーメン。ラーメンつけ麺。あ、ダメだこれ。カステラランドっていう長崎にあるんだよ、なんかお土産売り場みたいな。そこのトイレがなんか夜景が見えるんですよ。大きい、あの、ドア、窓が。詳細はこちらで。大きい窓があって、夜景というか海が見れるんだけど、夜で何も見えなくて、もう真っ暗だったんで自分の顔だけ見えました。怖いよね。そうそう。結構怖い。そんな感じです。この始まり方見て。どの始まり方？合唱コンクールの思い出。合唱コンクールの思い出は、
なんだろうね。誰マジ誰死んだ大丈夫だろ。えガチやん。えずっとライブしよう。やばい。え、何？小学校の一番の思い出？合唱コンクール。合唱コンクールか。合唱コンクール。合唱コンクールにさ、声がでかすぎて目立っていく。私あのアルトが全然響き渡らんという事件に悩まされて。アルトがでかすぎて。うちソプラノ強かった。うち私はあのアルトの声が全然聞こえなくて、私が一番声でかいから心アルトに行けるってあの音楽の先生に言われたけど。あると覚えるのはちょっと難しかったので、いや、ソプラノで行かしてくださいって言ったことですね。えい、うん、暗くなるぜ。あ、そっか。じゃあ、そろそろ。何やマジおもろい。心を公園見に行きたいですか。はい、でも見れるやん。DMM とかで。生で見たいよね。生で見たい。招待してください。お願いします。あとスカートスカウトされたの？連れて行きます。スカウト？スカウトされたいらしい。私もスカウトされたい。300万ぐらい。はい。はい、それでは終わります。今からね、バーベキューします。家の外で。いいですよ。謝罪します。ではですね、13位から見ます。13位、シーチャンペさんありがとうございます。12位、カトッペ君ありがとうございます。11位、ホタテさんありがとうございます。11位、カノグロさんありがとうございます。キークロさんありがとうございます。8位、ムハマロさんありがとうございます。7位、バウチさんありがとうございます。6位、ミゼジンヤさんありがとうございます。5位、ポテチーさんありがとうございます。4位、タオサカナさんありがとうございます。3位、マイナ君ありがとうございます。ミヤさんありがとうございます。1位、ヘタッピさんでした。ありがとうございました。それでは。申し訳ございません。あのチャットで写真送りたいと思います。バイバーイ。ありがとうございます。